駄菓子屋ゲーム博物館、駄菓子屋ゲーム博物館。こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の岸です。そして、ね、こういう本も書いてます。日本懐かし中年ゲーム大全です。で、ね、今回はというと毎度恒例の冷えてきた駄菓子の紹介ですね。いつも仕入れに行ってる田島屋さんの足立店に車で行ってきました。前回仕入れ動画出したのが6月下旬ぐらいだったんで2ヶ月ちょいぶりぐらいですよね。いつもの倍ぐらいの期間ですね。だいたいね、いつも1ヶ月ちょっとぐらいで、まあ、仕入れに行ってるんでほぼほぼ2倍の期間かかったって感じですよね。でもね、まあ、前回の動画でも言いましたけど、まあ、このご時世なんでね、お客さん少なくなってるんで、まあ、いつもの半分ぐらいの気持ちで、まあ、仕入れてきたみたいなことを言ってたと思うんですよ。で、いつもの半分の仕入れ量にしていつもの倍の期間かかっちゃうってことは、これね、ざっくり計算でお客さんの数が4分の1になってるってことですよね。いや、これね、まあ、びっくりの数字ですよね。まあ、びっくりの数字っていうか、まあ、私はね、日々の来客状況で、まあ、大体ね、まあ、4分の1か5分の1ぐらいかなっていうふうにね、感じてたんですけど、まあね、仕入れもね、もう数字的にもうそのまんま出ちゃったっていう感じですよね。でね、まあ、そういう状況でね、お客さんが少ない状況なんで、今回もね、もう仕入れを抑えてきました。本当ね、もう田島屋さん行くとね、もうね、こうテンション上がっちゃって、もうあれもこれも取りたくなっちゃうんだけど、もう心を鬼にしてね、もうこうね、こう右手が取ろうとする右手を左手でね、こうはたいてね、いや、これダメって感じでね、まあ、いつもね、4つ仕入れてるものを2つにしたりとか、まあ、そういうね、気持ちをこう殺して、仕入れてきました。でね、まあ、いつもね、恒例で発表してる、この仕入れ額の発表なんですけど、これね、田島屋さんの、これね、領収書ですね。これね、仕入れ額いつも発表します。前回ね、4万1000円ぐらいですよね。まあ、大体いつもね、7万、6万、7万、8万ぐらいかな。うん。今回いくら仕入れてきたのか。じゃあ、仕入れ額発表しますよ。じゃーん。4万5912円ですね。4万5000だから、まあ、前回よりね、まあ4000円ぐらい増えたかな。まあ若干ね、増えたって感じですね。でもね、私としてはね、今回ね、ちょっとね、これ、レジで会計済ました後、ああ、ちょっと取り過ぎちゃったなって反省したんですよ。というのはやっぱ今回ほら、前回半分の仕入れにしたとして、で、それで倍の期間買ったじゃないですか。で、やっぱちょっとね、多かったなっていう反省があったんで、まあ今回ね、こう、まあ3万円台、全般ぐらいを、まあ、目標にしてたんですけど、4万円突破しちゃいました。もう4万円半ばですね。ちょっと今回もね、ちょっとやっぱり、こう、気持ちを抑えきれずにちょっと仕入れすぎちゃったなってね、ちょっとね、この伝票を見ながら反省したところなんですよね。うん。でね、まあ、仕入れてきた駄菓子もね、結構あるんで、じゃあね、今回もね、また手持ちカメラで一つ一つ駄菓子を紹介したいと思います。チャンネル登録でござる。それでは仕入れてきた駄菓子を詳しく紹介していきたいと思います。まずは箱物の駄菓子ですね。夏希ちゃん、これジュースですね。あとごっつ盛り塩担々麺味、これ結構ね、なんか珍しいかなと思って仕入れてみました。あとはね、うまいしっとりチョコでしょ。あとは三ツ矢のレモネード、あとね、ポテトチップスのり塩味ね、あとノムノムゼリーコーラ味、あとスーパービッグチョコの、うまい棒チョコカルシウ味ね、よっこい小一と。で次が、プチプチ占いチョコのいちご味と、そのチョコ玉味ですね。でこれが定番のね、サイダーキャンディーとコーラキャンディーでしょ。あとね、ミンツトリオと梅ミンツね。あとヤングドーナツと、あとセブンスティックと、あとね、ブラックサンダーと、これゼリーですね。これも結構ね、人気あるんで、出てきました。あとね、これ新しく仕入れた、インビスのシミコーンですね。あとこの辺、酸っぱいスルメジャーキーでしょ、カンプムジャーキー。あと甘いスルメジャーキー。この黄色いスルメジャーキー、結構ね、初めて見たような気がしたんで、これ3色揃いましたね。黄色、赤、白って感じですね。で、あとはこれ、セコイヤチョコのイチゴ味ね。で、ミニモンスターね。あときなこ棒でしょ。あとこのドラチョコと、あとホットケーキね。これね、これ常連さんに頼まれたんですよね。確かね、ホットケーキを頼まれた気がするんですけど、結構ね、1ヶ月くらい前なんで、どっちかね、どっちか微妙なんで、まあ、じゃあ、多分こっちなんだけど、まあ、間違ったら、
ね、こっちだと悪いんで、まあ、両方教えてきたらっていうですね、まあ、保険をかけてみました。で、次がこれね、定番のドーンみたいなのですね、焼きそばカツとラーメン屋さんですね、とソースカツね、あと焼いたらと、あとこれで地味にね人気なんですよね。お土産に結構買っていくんで、このでかいね焼き釜、これも仕入れてきました。で、あとね、このマギーおばさんクッキーとガトープレミジャクターとダイヤモンドキャンディー、コーラ味と、あとリングキャンディーね。で、これチョコケーキ、これチョコケーキね、ちょっと5箱仕入れてるじゃないですか、ちょっとね多いんですよ。いや、これなんでかっていうとね、これ伝票、これ見てほしいんですけど、これね、実はね、私が最初棚から取ったんでね、4個だったんですよ。4個で、これ伝票で5個になったじゃないですか。で、これまあ棚に6個あったんですよね。で、まあ、1箱はまあ多分美少年おじさんが1箱で買っていくし、おさむちゃんも1箱で買っていくし、あと残り2箱あればね、まあ店売りが足りるかなと思って、まあ6個は多いと思ったんで、まあ4個ね仕入れて棚に2個残してきたんですよ。で、まあそういう記憶があったんで、伝票チラチラチラって見たらね、このチョコケーキが5って売ってあって、ええー、と思って、で、これ事情をね、その店員さんに話して、これちょっと5個って売ってあるんだけど、これね、4つしか取ってないんだけどって言ったら、現品確認して、ああすいませんとか言って、ただじゃあまあ返金してくれんのかなと思ったら、レジ閉めちゃったとか言って、でレジ閉めちゃったから、じゃあ返金はできないんで、じゃあ、まあ、ちょっと変な話したんですけど、これもう一個じゃあ持ってきますんで、それでいいっすかねとか言うから、と思ったんですけど、さすがにね、ちょっとね、私も5個はちょっと多いなって気がしたんですよね。というのはほら、やっぱこういうご時世なんで、5個は多いかなと思ったんだけど、返金してくれればそれでいいかと思ったんだけど、なんかちょっともうレジ閉まっちゃってめんどくさくなるっていうから、まあじゃあしょうがないなと思ってね、まあ私も大人なんでね、大人のたわいでようで、まあじゃあもう一個でいいっすよって感じでね。で、これがね、チョコケーキがなんと5個になってしまったっていうね、まあこういうこともあるんでね、まあ皆さんもね、まあ田島さんもね、個数チェックは結構してんだけど、たまにこういうことあるんで、まあね、ちょっとパパッとね、見て個数を確認すると、まあ間違いがないかなって感じですね。で、次がスナックですね。これが、かさばり系のスナックね、フライドチキンとか、あと、ピザ味ね、あとね、これモチタロとか、あとポップコーンね、環境ポップコーン教えてくださいよ、毎度もうおなじみになってますね。もう仕入れとね、ポップコーンのたびにね、おさむちゃんのものにしてますからね。でこういうね、もこしわ太郎とか、あと玉ねぎ太郎とかね、あ、そういうもの、こし太郎の豆板醤味なかったな。で、次が、ポテトフライですね。しかしね、今回なんとちょっと見てくださいよ、皆さん。皆さんね、この駄菓子の仕入れシリーズウォッチャーならご存知かと思いますけど、私もこの箱に、このね、ポテトフライの箱にぴっちりね、いつも12個1ダース4つずつ仕入れてきてるはずなんですけど、今回はね、やっぱちょっとね、このご時世なんで、なんとね2つずつなので、その空いたスペースにね、このプクプク体を入れるっていうね、まあちょっと私のね、こう気持ちが収まらないんですけど、まあなんとなくね、この段ボールには一応スペースは空きつつもね収まったんで、まあ気持ちは収まらなかったんだけど、箱には収まったってことでね、これでね勘弁してあげました。ちょっとね、ポテトフライね、12個やっぱ多いんですよね。なので今回はサイダーって感じですね。で、次が、ゴーロちゃんでしょ。あとね、コーラ餅とフルーツの森と、あとオレンジ、サワーココアシガレット、あとブルーベリー型ね。あとこれね、泡。これ口に入れた泡がシュワーって出るんですね。これも3色仕入れてみました。あとね、これミニグレープと、ミニビターと、あとミニサワー。これコーラがなかったんで、これね、久々にこれ。このね、
グレープ味仕入れてみました。今回こんな感じかな。ちょっとねやっぱり抑えたんで、まあ数は少なめですよね、まあ、こんな感じでね仕入れてきました。まあ今回はねちょっとチョコケーキのねトラブルとかありましたけど、まあなんとかね、まあ、乗り越えたって感じですね、ではねいつもの試食ですかね。どれにしようかな。どれにしようかな。甘いスルメも気になるんですけど、やっぱねチョコ好きの私としてはねこのギンビスさんのシミコーン、これを試食したいと思います。それでは今回試食するのはじゃーん、ギンビスさんのシミチョココーンですね。まあ私ねこういうチョコものにはもう目がないんで、今回はねこれを試食することにしました。30本いいですね。じゃあね開けてみましょうか。ね、これで開けるとあこんな感じになってますね。ちょっとうまい棒っぽいかな、うん、こんな感じで入ってます。まあギンビスさんっていうとねやっぱね食べっ子ど食べっ子ビスケット、ギンビス食べっ子動物か、あのビスケットね、あの動物の形のあれがね懐かしいですけど、こういうのも作ってたんですね、ギンビス食べっ子動物ってね CM 打ってましたよね、でねこれこんな感じのパッケージですね、やっぱちょっとパッケージもうまい棒っぽいかな、ね、見ましょうか、ね、でなんかこんな感じですね、なんかチョコが浸透されてるっていう話なんですけど、こんな感じですね。こういう感じ、五角形というか、なんかでもやっぱねうまい棒に比べるとずっしり重いですよ。やっぱチョコがね染み込ませるだけあって、うまい棒よりはなんかうまい棒ってなんか軽い感じだけど、これは重いですね。じゃあ早速食べてみましょう。うん、あチョコが染み込んで、確かにこれ中の方は一部染み込んでないとかあるんで、これやっぱうまい棒の素材と同じですね。うん、あれ味わいはあれですよ、あのチョコフレーク、うん、チョコフレークはちょっとフレークが硬い感じだけど、これはもうサクサクですね。うんうん、うん、なんだろう、うまい棒チョコ味っぽいのかな、うん、でもうまい棒チョコ味ってうまい棒の外側にコーティングしちゃうんじゃないですか。これは何だっけな、ほら染み込ませ製法っていうの、チョコがスナックに染み込んだって書いてあるんで、なんかやっぱ染み込んでますよね、うん、これ結構美味しかったな、うん、じゃあねこれいつもの干し漬けですかね、うん、そうだな、これね結構美味しかったんで星4個あげちゃいましょう。結構ね4個はいい方ですよ、うん、やっぱね、うん、美味しかったですよ。チョコもいいチョコの味がしたし、でまあ口どけもいいし歯応えもいいし、やっぱこうチョコとこのなんていうのコーンは相性がいいっすよね、うん、でなんていうのかな、ちょっとこの、うん、チョコの味がやっぱちょっと高級路線っていうか、なんていうかな、口どけの悪いチョコとかあるじゃないですか、そういう感じになって結構いいチョコだなっていう感じがしたんで、うん、これは結構おすすめですね。なのでね、星4つつけてました。ではね、今回の動画は以上です。次の動画も皆さんにチャンネル登録お願いします。それでは、バイナラ、ラナイバ。いいのでござる。全国のちびっこ諸君、チョコを食べるときは、ちょこっとにしとけよ。